はい、どうも安定のアキトです。ちょっとね、焼きそばをカップ焼きそばを食いながら、カップ焼きそばとかも普段食うことないから何年ぶりってぐらい食ってね、ペヤングとかじゃなくてね、明星一平ちゃんからしマヨネーズ付き、いいか、適当にぶち込めば。今晩飯を食い終わって1時間ぐらいかなんだけど、なんで晩飯食い終わって1時間後にカップ麺食ってったっていうと、今日診察があったらしいんよね。で、まあ、チーが先生とお話しして、飯が多いと。前から言ってはいたんよ。おかずに対して米、白米の量がやけに多いんよなっていう。で、白米食い切るのがしんどいっつう話はしてて、で、まあ、調整してもらえたらいいよね、みたいなことは言っとったんやけど、元がね、白米 200g だったの。それが今日飯の時間、俺がさ蓋をパカッて開けてみたら半分 100g になってんの。さすがに少ないべ。おにぎり1個分ですらない。チーは多分それでいいんだろうけど、でもおお、いろんな通知がポンポン鳴るな。これ取る前にあれは通知を全部切っとくべきだった。じゃあめちゃくちゃ久しぶりのカップ焼きそばいただきます。で、そう、まあ、診察でね、薬がいろいろ変わったっぽくて、なぜかね、診察の録音がなくて、まあ、なぜかも何も取り忘れたらしいんだけど、お前ふざけんなよ、つって、ちょっと喧嘩した。いや、メモはね、しっかり取ってあったんよ。なんか、まあ、これについて話すみたいな。こう事前にこう、これについて話したいみたいなメモを作ってて、で、診察で話しながらもう、あれこれと細かくノートが作られていくわけだが、やっぱね、それだけじゃ見ても何もわからん。いろいろなんでどうしてそうなったってなるからね。いただきます。うん、からしマヨうまいな。あっちに、これ病院の売店で俺が買ってたんだよね。チーにこんなもん買ってって食うタイミングないだろうっつって言われてたんだけど、バッチリあった。今日はめちゃめちゃ暑かったらしいね。チーがアクエリアスとか麦茶とかいろいろ
飲み物を買い込んでましたね。冷蔵庫ねえのに。あ、でも実際病院なんか暑くての喉乾くみたいなのはないからね。どっちかっつうとなんか冷やされすぎて喉乾くって感じだから、そんな飲み物冷やされてる必要もないんよな。さっき、食後か、食後に食後の薬タイムっていうのがあって、その食後の薬タイムでなんかこう新しい処方の紙、トリセツみたいなの、薬の説明の紙もらって、それ見てなんかなんとなく処方の意図は分かるようなみたいな。うつの薬がね、まあ、端的に言うとうつの薬が変わったんだけど、変わってたっつうかプラスアルファされてて、それはいいんだけど、眠剤が何も変わってなくて、俺らこの1週間、今日で1週間、明日で1週間なんだけど、マジ寝れてなくてさ、なんで眠剤何も変更ないんやっていう。焼きそばみたいな頭して食うもんじゃないな。麺類食うときはなんか団子こうなってないと邪魔くさい。これ10分足らずの間に何回通知鳴った？まあ多分ね、3日後ぐらいにはねまた診察あるっぽいんよね。超短期間で処方を調整していきたいんだろうとは思う。っていう俺の読みに対して知恵がそうなのっつって言ってたからね。ちゃうんかっていう。思った以上にからしマヨうまかった。ごちそうさまっす。
あれよな、ツイッターのスペースでチラしてた、ユーっていう、最近チラチラしてたのがね、うちも昔からいるユー屋さんっていう人がいて、名前がダブルから、ユーとユーヤじゃちょっとあまりにも似すぎてて、なんか名前どうにかしろよみたいな、その名前はねえやみたいな、結構ボロクソにみんなで言ってて、で、名乗った本人も、じゃあなんか適当に考えてよみたいな、流れだったんだけど、もともとね、なんかとりあえずの呼び方をって思った時が夕方だったから、夕方の夕っていう、そういう発想でついてた名前だったんで、あっちがじゃあ日暮れ時だったわけだっつって、じゃあ日暮れさんでっつって、夕じゃなくて日暮れになりました。多分そのうち出てくるか知らんけど、さっきのね、一平ちゃんもうまかったんだけどね、売店で見つけたこれがマジうまくて、山崎ビスケットプライムクラッカー、わさび&パルメザン、もともとね、わさびは好きなんだけど、唐辛子辛いのダメなんだけど、わさびとかからしは好きなんよね。で、これがめちゃくちゃうめえ。見た目はリッツとかああいう系の、カメラここか、リッツとかああいう系のもうちっちゃいやつ、わさびうまっ。ちょっと睡眠に問題ありっていうのが改善されるん？っていう不安はあったりはするけど、とりあえず、明日で1週間、2週間目に突入かな。で、なんか部屋替えとかもあるらしいんだけど、新学期だよ。おやつ食って、割と元気に過ごしてはいる。つうか、入院してますっていう動画においてさ、コメント欄に、タバコ吸えるといいね、みたいな。そんな動画あるかよ、っつって、昨日、チートゲラゲラ笑ってました。ああ、マジ。看護師さんにもね、早く退院して、早くタバコ吸いたいね、っつって。俺、頑張って早く退院するわ、タバコ吸いてえからっつって言ってる。 どうしようもねえな。マジで暑かったようなんでね、みんな水分取っていこう。